まず最初に自分は、10代ティーネイジャーの頃は詩人だって詩人をやってて、その間最初はペンでペーパーに書いてた、ライティングしてたけど、それにすごくぼ退屈して、街角のウォールやそのレストルームのウォール、それはもうさまざまな街のいろんなところに書いて、それをカメラで撮るようになって、挙句の果てにそれを8ミリのカメラで撮影する、そしてそれを自分に向けて、自分でポエトリーリーディングするのを撮影するようになって、いつの間にか詩から映画に移ったのがまずきっかけ。自分でそうしようとしてなくて、そのユーモアであを心がけてはいなくて、自分の何だろう、もうキャラクターだと思う。自分の映画のキャラクターとしてすごくシリアスに描こうとしても、どうしてもユーモアなものになるっていうの、どうしてもそれはある。それは目指してもないし、人をこの映画をコメディにする気もなかったんですけど、